こんにちは。日本改革と靴沢です。ケンジ様、ゴールドウィング様、ケイコ様、マユミ様、安田様、ノブエモン様、トール様、ヒロフミ様、ヒサオ様、マコト様、ジュン様、トーリョウ&チンクエ様、シンヤ様、ロコ様、サンタロウ様、ミキオ様、ハナジェリー様、ヤミー様、KM 様、レッドロッカー87様、マザヒロ様、ネイクドナオ様、ポジン様、トシコ様、田口様、三田様、田代様、安倍さん大好き、星東院様、ヒロ様、片平様、浦安市民様、総一様、エドワルター様、横山武宏様、コンちゃん様、匿名希望様、一応来福様、田中様、高志様、スナイプパパ様、お稲荷様、リリ様、アキラ様、ケン様、ゆうき様、ひろみち様、としゆき様、しょっこ様、石原様、みつひこ様、ひであき様、ももちゃん様、オノピー&ノリピー様、まさみ様、達郎様、オノノマトペイ様、ヒーロ様、テラッピ様、みよこ様、鈴木様、ひでお様、チャッピー様、千葉のグーフィー様、大原様、キリタンポ様、かずみ様、アイウエオカラ様、さくら様、エム様、としみつ様、まめおじさん様、おじさんネトウヨ様、チョボ様、みそ様、KRM 様、食い倒れ太郎様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、河野太郎と、の裁判費用にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。昨夜、日本改革メール党員忘年会ご参加ありがとうございました。非常に楽しかったです。昨日笑いすぎて、ちょっと今日は疲れ気味なんですけれども、河野太郎ネタでも盛り上がってました。遠くね、ロンドンから、フィリピンからのご参加もありまして、ちょうど里帰りみたいな、メール党員新年会も行います。ご応募ください。募集は年が明けたら始めたいと思います。メール党員ご登録は動画説明欄もっと見るクリックでそちらからお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いします。神話の町宮崎県高千穂町さん、日本は世界の恥と言い放った反日外国人のアンミカを観光大使に任命していたことがバレ、問い合わせが殺到してしまう。7月29日に任命、私の誕生日だな、任命してた。で、最近それがですね、ネットで、ツイッター上で、広まって、なんか問い合わせ、伝達、たくさんあって、役所困惑、出そうでれます。世論です。法則発動やな。あらあら、まあまあ、これはこれで気の毒だな。ひたすら嫌われてんな。反日がなければ普通に芸能人やっていけたのに、嫌われすぎやろ。なんか役所も相当おかしいよな。触らぬ神にたたりなし。神話の観光大使に外国人はないだろう。これでよそも懲りるだろう。日本神話の町の看板は外国人ないわな。町長や町議会やら役所の上の方、アンミカが外国人とすら知らないぐらいのひどい情弱なんですかね。高千穂町は天孫降臨の地であります。天孫、つまりアマテラスのお孫さんのニニギノミコトで、降り立ってですね、高く方を積み上げよって言ったのが、地名で高千穂町、天孫ニニギノミコトの孫、が神武天皇と、豆知識増えましたね。皆さん NHK 紅白本番寸前に日本ではデビュー前の韓国グループニュージーンズをぶっ込み話題に。これで韓国勢はですね、前代未聞の7枠となりました。韓国芸能事務所に所属している日本人グループも含めて7枠。まあその日本人ってのも怪しいですけどね。世論です。どこの公共放送なんで、全く見たことも聞いたこともないわね。実績ゼロの大抜擢。韓国人の宣伝に使われる NHK。賄賂いくら？日本人優先制や。なんでこんなに暴走してんの？日本人の受信料で韓国人を応援。受信料を使ってやりたい放題。なんかやけくそになってませんか？ NHK。ジャニーズ皆無で史上最低視聴率は間違いないって言われてっから、賄賂を優先したのかな？私利私欲に走ったのかな？もういいや、どうでも。目先の金だ、つってね。これでまた見なくなる人増えるんだから、まあ好きにすればええよ。自分で自社製品、自社商品を既存する、ダメにする。唯一の業界がテレビ局と。
水からは変われないんだし、そうやって縮んでいけって話ですね。その他のニュース、西村元経産大臣が取り調べを受け、清和会の5人衆と呼ばれる幹部全員が取り調べを受けたことになりました。清和会がですね、初当選した議員向け、新人議員にですね、裏金作りのレクチャーをしていたことも発覚しております。辺野古基地移転、を決めたのはお前だろって、怒涛のツッコミを食らった畑山幸男76歳。当時の外務省に偽りの文書を見せられ、それを信じて辺野古に決めた、と言い訳、自分は被害者だみたいな。本当に騙されたんだったら、騙した官僚の名前公表してですね、書類も晒すべきですよね。こういうのを見せられて辺野古になっちゃったんだ。今年の生活保護申請が去年の 5.4% 増えました。ボリュームがある団塊世代がですね、73歳から77歳の後期高齢者に達したのが原因かな。憲法違反の外国人生活保護をいつやめんだろう。いつまでやんだろう。10億人の中国人が年収3600ドル、約50万円以下で暮らしている事実を中国共産党が隠蔽しようと躍起に、ネットに書き込んだら逮捕だって。共産党員8000万人とその家族を支える奴隷の国っていうのが中国ですね。なんつうか封建制だなぁ、未だにな。日本のパヨどもは共産主義こそ民主主義の先にあるもの、なんつってですね、自分らのことを前衛とか前進者なんか名乗ってますけど、民主主義から封建制になるんじゃ明らかに後退ですよね。後退ですよね。韓国軍、竹島周辺でこっそり訓練、上陸はなしで、訓練やるっても発表せず、上陸するとですね、軍事占領って言われるのを嫌がったかな。現状ですね、警察官を名乗る中身軍人が常駐してて、実質軍事占領してるんですけどね。私が総理だったら、敵国でないなら今までのレンタル料よこせ、100兆円ぐらいで要求するんですけどね。で、万が一もらえたら、それで国債償還すればいいんじゃないの、国債を買い戻す、要求するんですけど、で、よこさなかったら、じゃあ敵だなっつって国交断絶するんだけどな。最近挙動不審の光の戦士、立憲原口、日本がロシアと争う理由などないと投稿し、北方領土取られてるのに、アイヌはロシア人っつって北海道攻めようとしてるけどとツッコミが入ると。なんか最近挙動不審なんだよねこの人ね。なんかご病気らしいんだけど、体の具合の悪さが、あれなのかな、知性にも影響を及ぼしてんのかな。和田秀樹医師っていう人がいらしてですね、80代後半の方を解剖するとほぼ全ての方にがんがある、3分の2の方は自分にがんがあるとは知らずに亡くなっていく。ということはがんが原因で具合悪く自覚症状がないまま亡くなっていくと。へえ、そんなもんなのか、知らんかったな。で、がんつうか、心臓で先に亡くなったり、するんですね。琉球新報記者、アキラ・マナト、変わった名ですね。琉球、沖縄には多いんですけど、県から権限を奪って大執行するとは、ギャオーン、コミの発動、逆、国の権限を県が大執行してるだけ、大恥かいてしまう。パヨニー恥の概念ないですけどね。それが普通で、代わりに任されたデニーがやんにかったからしゃあねえなっつって、国が、大執行、知事の大執行の権限を取り上げてという話ですね。アメリカデルモンテのケニア農場からパイナポーを盗もうとした4人組窃盗団が死体で見つかる。デルモンテ警察おっかねえと話題に。日本も昔はですね、野を荒らす者はリンチするだったんですけど、作物泥棒は
関係者が裁いていいことにしないか。不法滞在者25万人もいるんだし、作物泥棒横行してるでしょこれ。だいたい捕まえと不法滞在者みたいな、怪しい路上で軽トラで桃売ってるとか、そういう奴ら横行してますから、見つけたら関係者で裁いていい、煮るなとやぐらとしていいっていうことにしないか日本も、そういう法律作ってですね、なんか盗むのも両手、つまりみかんだったら2個、梨だったら2個、両手までならまあ許したろうと、カゴとか箱とか使ったらそれはもうダメって、昔はそういうあれだったみたいですよ、いわきの方にそういう言い伝えあるな、というわけでメール党員になってください皆様、今年も残りあとわずかですけれども、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。